今日は荻野恭子さんの世界の米料理っていう本の料理を作りたいと思います。今日作るやつは風強いな、うん、ハンガリー、キャベツとひき肉ご飯の重ね焼き、ラコットカーポスタ。使うのはだからザワークラウト、サワークリームね、うん、サワークリームは生クリームとヨーグルトを混ぜたクリーム、うん、はい、はい、ではまず米を茹でていきたいと思います。油入れまーす、うん、じゃあニンニク、はい、ニンニクいきまーす。玉ねぎ、玉ねぎも入れていく、うん、玉ねぎ、みじん切り、うん、ひき肉でーす。絶対ひき肉、はい、これはもう完全に火を入れちゃう、うん、いかれる。塩で、塩気は塩だけやからさ。結構入ってるんだよね。うん。これもちょっと最後また加減にして。うん。だから。ザワークラウトの塩気も。ああ、そうやね。うん。あるけど。だいたい通ってきた？通ってきた。これは、マジョラム。クミン、パプリカで粉唐辛子、はい、はい、どうぞ。粉全部入ってる、全部入ってる、はい、うわ、もうそういう匂いした。5分茹でた米をね、はい、うん、はい、完成です。これザワークラウト、うん、いい香り、
そうなの、うん、ベーコンでやってます。ベーコンでごめんなさい。ベーコン敷いて、え、結構分厚い。はい、入れます。こんなの？うん、ピザはこれ。はい。は全部？え。結構な量やな。うん、すごい料理やな。な、絶対考えへん。イタリアンパセリが残念ながらないから。普通のパセリ。普通のパセリ、畑で。普通のパセリ。はい。でもいいな。うん。風が強いな。真っ白系やな、俺。うん。なんか全部言ってもらえそうな。ベンちゃん。うん？またすんの。なんで喧嘩すんの。入れちゃおうか。任せます。入れないの。うまない。ベンちゃん、そこはあんたなんかつけて食べたら。ああ、そう。よっしゃ。じゃあ、入れます。おお、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。じゃあ食べようか。そう。おお。重ね焼きやからな、下からすくうようにただね。うわ、美味しそう。あ、うん、サワークリームももうなんか焼けて下に落ちてんの。うん、はい、はい、パン。ちょっとしか残ってない朝の。はい、じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。いい感じ？めっちゃ美味しそう。ご飯も入ってるね。あー。うまっ。めっちゃ美味しい。やべ。何これ。食べたことない。美味しいな。めっちゃ美味しい。美味しい。なんかチーズ入ってないのにチーズを感じる。わかる。なんか食べたことない。うん、美味しい。ハンガリーやで。ハンガリー。やば。美味しい。これ。